ということで乗っていきましょう。これない。よし、12、3キロ進んだね。ああ、まだできるだけ目指してやっていこう。やっていこう。よっしゃあ、やっていこうか。めっちゃいい場所じゃないですか。うん、めっちゃいい。日陰だし。できるだけ。できるだけ。Thank you。OK、50キロ。イエーイ。とりあえずできるだけまでできるのはありがたいね。とりあえずまっすぐ行こう。行ってみよう。ということで。よし、できるだけ到着。うまそうな名前だぜ。着いちゃったぜ。あと130キロでボーダー、ああ ギリシャとの。いけるいける、一応頑張ろう。よっしゃー、ここでやっていきます。よっしゃー、捕まりました。ちょっとだけ進んでくれるっぽい。マジでどこまで行くか全く分かんないけど、ね、うん、あそこめっちゃ暑いから、あそこよりはいいんじゃなかろうか、うん、本当にちょっとだけでもありがて、できれば日陰があればラッキー、ね、どうぞ乗っていきます。ありがとう。Thank you。バイバイ。よっしゃ、またちょっと進んだ。10キロぐらい来たよ、多分。多分結構来たよね、なんだかんだ。いけるな。一発一皿目指しちゃうか。うん、あの橋の下。ちょっと日陰がある。そうそう。うん。よし、行ってみます。じゃあ買いますか。反応してくれる分、イスタンブールよりは多分、うん、回りやすいけど。やってきます。レッツゴー。もう長そうやね。あそこ見えてからすぐだもんね。ああ。でも日向に移動するのはちょっときび。きび。やっちゃう。まあやるしかねえ。やるしかねえ。あれ、ダンボールをゲットした。トラックがね、落としてった、このダンボール。ありがとう、ありがとう。落とし物ありがとう。エピサラー、まだ来ないですね。あ、ニア、オッケー。あっち？マネ？うん？マネ？ノーマニー。ノーマニー。はぁ、出ましたよ。いやぁ、お金請求された。困っちまったもんだよ。今ちょうど1時間やって、捕まりませんでした。唯一止まった1台がさっきのやつ。いやー、ヨーロッパの洗礼受けてますね、なかなか。やっぱイスタンブール越えてからピッチハイクが難しくなってるわ。とりあえずここは無理だ。ここは無理だから、とりあえず3キロ歩く、うん、で、トラックパーキング行くわ。そこで大型をゲットする。行くか。難航してきてよ。ちょっとこの直線でやってみようと思います。頑張るだろう。頼む。Thank you。はい、いくつだ。OK。Thank you。Come here。ケシャンまで行ける。ケシャン。ケシャン行ける。Thank you。よっしゃー。
でけえこれ。よかったやって。生まれたー。すごい。いや。あ。マジでありがとう。1時間半だね。ああ。1時間半でやっと見つかった。よかった。国境近くまで行ける。よっしゃ乗ってみます。Thank you. Thank you. Cheers, man. Thank you very much. Thank you. Enjoy your.Thank you! Thank you! 着きました一旦、星の下行く、うん、危ないからそれでも暑いよねうん、動けん80キロぐらいさっきもしか来れたで、ボーダーまであと30キロあとちょっとよかった今3時で一番暑いのよ、日差しがもう焼けるようになってたからちょっと1、2時間ここで休憩するわうん昨日のサンドイッチ食べようじゃあ橋の下でピクニックやロケーションは高速道路の合流完璧だ、うん、はいということでスーパーでお買い物しましたとりあえず稼いだ分はなくなりましたはいゼロですまたゼロなぜかというともう次の国ギリシャ入るんでギリシャで換金しちゃったら少なくなっちゃうじゃん、うん、だからこっちで飯買ってそのまま入りますそうで買った飯がデカパンが1人2つずつ全部で4個デカビスケットこれ2個あのクッキーうまクッキーうまそうこれ、うん、食いてこっちはね多分味なしいっちゃ安いやつねうんクラッカーかなクラッカーだコスパいいやつ前回の反省から、うん、パンはかびるということを覚えたからだからパンこれだけでうん残りボーダーまで30キロいけるかな行こう行こう今日頑張ろう外も涼しくなってきたから、うん、キッチンまた再開していきたいと思いますそれじゃレッツゴーやっていこうということで再開してこう。ここはもうイプサラにしか行かない道だから。イプサラ、シャ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 イプサラ。はい、来たー。せーの、シャ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 イプサラ。シャ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 イプサラ。客ただの買い物客さあやらしたギリシャ行けるぜムラットさんに乗せてもらいましたありがとうスバルスバルいやスバルスバルだスバルだ日本カーだジャパニーズカーよっしゃ乗ってきます決まったグリース行き決定よしレストランズレストランだやべやべやばいぞ俺ら何人にそうしてもらってるんだろうねマジでということで来ましたいただきました羊のお肉とご飯乾杯しますかサルコ10横断お疲れ様ですお疲れ様ありがとうありがとうイミグレまで連れてってくれるっていうからここでもうトルコ10横断はフィニッシュが決まりましたフィニッシュした思い返すと長えな濃かったねいやーけど11日だぜこれそうすごいねめっちゃ濃いさあ食べよう食べよう俺ら何もすごくないじゃんマジでマジ俺ら手上げてるだけだったからね全部くれたねお昼もいつか返さないとマジでいやートルコ好きだわちゃんと観光しに行きたい前自信あったじゃんトルコでうんそうだったらすぐ駆けつけたいわもうね募金とかじゃないよね駆けつけたいボランティアしたいトルコでさ印象に残ってることあるなんか全部正直全部だだよな濃すぎるんだよ10日間だもん濃すぎたっぽくもなんかちゃんと全部は繋がってるもんね、うん、行動行動がまあまだ旅は終わってないですけどとりあえずトルコ完了ということでトルコは制覇しましたということでこのままギリシャ行っちゃいたいと思いますレッツゴーありがとうトルコうんわざわざ Thank you ありがとう See you again Thank you また会いに来る絶対来るありがとう Thank you さあということでなんか寂しいわ
なんか寂しいな、トルコ、うん、出んのが。だが俺らは進まなければならない。ラストだ、出国だ。トルコありがとう。ってことで10カ国目、古代オリンピックの国ギリシャ入っていきたいと思います。よし、じゃあ行こっか。よっしゃ、とりあえずお疲れ。トルコ完了、トルコ制覇。よし、このままハンガリーまで、優しくしてくださった皆様の、うん、気持ち絶対にハンガリーまで持っていくんでね。やってこ、よし、よし、意味ぐらいは映せないからね。うん、じゃあ入国していきます。ということでヒッチハイクでしか通れないって言っちゃいました。ギリシャ行こうと思ったらお前ら歩いていけねえぞって言われて、うん、あ、来た来た来た、ヒッチハイクするしかないみたい、ね、頑張ろう。強制ヒッチハイクだったらおもろくない。うん、最後の最後に結構な試練だよ。やばい、これ、これマジやばい。ネパールのかぐらいやばい、うん、それ以上だよね多分。マジそれ以上、半端ないよ本当に。この中で俺らはヒッチハイクをしないといけない、この台数が少ない中で、うん、めちゃくちゃ少ない。待って、ここ刺されてる。うわー、マジか、めっちゃ手もやられてる。うん、あ、ほらほら、知ってる知ってる知ってる、こいつほら、バーン。頼む、来てくれ、車、車も来ない。はい、ということで始まりました、大量の蚊の中のヒッチハイク選手権です。リクもあっちで頑張ってる。いや、ボーダー車がないとマッチで通れないみたいで、今警察の人にダダこねたけどダメだった。交通量も減ってだんだん難しくなってくると思うけど頑張ります。どうだった？とりあえず全滅とりあえず全滅、どうすることもできない。やばい、もうだって歩いてはいけないわけだし、うん、車も乗っけてくれないわけだし、バスも乗っけてくれないわけだし、ポリスも何も言うこと、なんか何も助けてくれない、助けてくれない。でもここでは寝ていいと、うん、困っちまうよそんな。こればっかりは祈るしかない。俺らにはどうしようもできないもん、うん、しかも蚊との戦い、うん、ボーダーだからさ、みんなピーク張ってんだよね多分。だって変な外人乗せたらさ、こいつらがトラブったらだるいやん。俺らがもし薬持ってたら仲間だもんね。そうそうそう、いや、ここでトラブルか、面白い。まったく、もうこれだから、旅っておもれー、これだからやめらんねー。よし、まあ、とりあえず頑張っていくか。とりあえずやっていこう、うん、ここで旅が終わるかもしれん。確かに、食料尽きて。果たしてどうなるか、トランプス。